首が出た。ぬらべさんありがとう、マシュマロこんばんは。ピースさんありがとう、こんばんは。ほうち餃子の日、餃子食べたいね。やったー、ネギショウキュータンさん、マシュマロ、ヨッシーパパありがとう、8083、ナナナンガさん、ほうちさん、にゃんこ先生、ネギショウキュータンさん、ヨウくん、かわいい、ありがとう、タキュー1068さん、ネギショウキュータンさん、ふくちゃんち、ラベさん、サバトラネコチ、オクラさん、マシュマロありがとう、ふくちゃんちありがとう、マシュマロ、ひなとトラさんもマシュマロ、ふわゆうさん、かぜさんありがとう、マシュマロ、祖父さんありがとう、ゆうなぎさんもありがとう、こだまさん、のりちゃんも、おへささんも、こだまさんも、よいちさんもありがとう、シルバーさん、こうときさん、アイスありがとう、こうときさん、千万両ありがとう、めちゃめちゃゆっくりしてるよ、本当は大分県出身では、大分出身かもしれん。そうなんですよね、大分に行かせてもらって嬉しかった。コウトキさん、ソフさん、ヨイチさん、アールさん、ノリちゃん、サブトラネコチ、パンダマルさん、モスコルさん、アールさん、ノリちゃん、え、今朝東京結構雪が降った、マジそんなに寒いの東京、大丈夫だった。ボヤッキーさん、レオーネさん、ピースさん、ボヤッキーさん、パンダマルさん、ゴンタさん、ハーくん、レオーネさん、X カゼさん、人生方向にさんありがとう、フォーユーさん、マシュマロありがとう、山猫坊主さん、レインボースターありがとう。そうだったんだ、うん、大分県めっちゃ楽しかった。大分県実は人生で2度目なの。九州のくにちゃんありがとう、はちさんありがとう。あら、お役目頑張ろう。さかなさん結婚して、なんで、カエルさん、ボテさんありがとう、マシュマロ。でも、もう割とソニックとかのアイドル大好きさん、貝柱さん、戸田のひーくんありがとう。いや、九州そんな行ったことないけど、ソニックは結構慣れてきました。相馬小太郎さんありがとう、ミキヤくんも、イシさんかわいい、ありがとう。九州でも行ったことないとこが多いよ。だって鹿児島行ったことない、熊本も行ったことない、長崎も行ったことないかな、その3つ。8083、相馬小太郎さんありがとう、宮崎、福岡、大分しか行ったことない。ゆうたんさんありがとう。大分、鳥天丼食べましたか。鳥天丼じゃないけど鳥天は食べました。めっちゃ何度も鳥天食べた、めっちゃ美味しかった。昼夜昼夜食べた。マシャさんだから2日間で3食は食べてるの。ブンちゃん、マッピーさん、相馬小太郎さん、ゆうたんありがとうございます。福岡、大分、瀬戸内、なんでそんな近いかいね。九州いいよ、そう、延岡これから全県制覇していくかも。あ、佐賀県行ったことない、そっか佐賀もあるか、ないね。佐世保遊覧船乗ってみたい。長崎
メール読んでくれてありがとうございます。マッピーさん、相馬小太郎さん、カンサバって何、カンサバ、関サバ、熊本ない、でもね、ほんと多いと嬉しかった。お、関サバ、関サバって何、関サバ、馬一筋さん、ありがとう。大分はそう、でも2度目だった、実を言うと。ハーステンボス、あー行ってみたい。え、大分の大分駅出たらすぐに手湯があるから、それが好き私は。ブランドのサバ、あ、そうなんだ、な、うん、味噌煮とかするのかな、塩サバとか美味しいのかな。東京1068さん、ありがとう。小型ペンギンさん、ありがとう。ね、いいなー、へえ、佐賀石で取れるサバ、へえ、ミキヤくん、ありがとう。そんなとこがあるんだ。ね、ね、いろんなレジェンド九州にもいる。鳥せんべい、え、鳥せんべいって何。でも鳥天は美味しかった。んそう、ウェルカムテユ、いい、テユで、あー気持ちいいってなったりするでも雨降っとってもテユ。え、初めて大分行った時も雨降っとったかもしれん、降っとったかも。私が大分行く時は大体雨降ってるかも。ゴンタさん、マシュマロありがとう。里友さんも、まありがとう、雪の結晶。大分県中津市、唐揚げ、あ、唐揚げも確かに。何、ハトシロール、あれか、マトリョシカさん、ラーの人さん、コウジさん、ありがとうございます。シマロに雪の結晶、ミキヤくん、ハートありがとう。え、ハトシロールってさ、サクサクのお菓子の中に、え、あれは違うか、サクサク、あれは違うか、ハトシロールって何。やっぽー、自分の目線に合わせていたちょっと長かったか。パムさん、ラーの人さん、ありがとう。いいな、私の九州、九州いいところ。でも瀬戸内でもさ、前髪、なんか短い毛そわそわするけど、でも 目に入ってこんけ、そこは良き、良好。クワトロさん、ありがとう。ん、食パンで巻いてあげたやつ、え、おいしそう。それは同じ高さです。ナオトさん、ポムさん、ありがとう。え、じゃあ私が、え、すごくない、私さ、ケイティさん、ジェリーさん、ありがとう。え、私さ、え、すごい、STU 入ってなかったらさ、あの瀬戸内7県絶対あれしてないわ。信郎さん、ひろふみさん、できてなかったと思うからさ、嬉しい、旅行とか。8083、アムトンさん、ありがとう。え、 STU でさいるからさ、瀬戸内7県詳しくなってるしさ、すごい。でもさ、この前さ、なんかテレビつけてたらクイズ番組みたいなのしてて、なんか地理のクイズだったんだよ。で、なんかクイズで
日本一周みたいなだったんだけど、おたけらちゃんありがとう、マシュマロ、それでさ、キハさん、ジェリーさんありがとうございます。うん、なんか広島の宮島のとこにあるとか、なんか全然知らないこと、瀬戸内来たってなったから兵庫から全部答えられるわとか思ってたけど、全部わかんなかったの、悲しかった。キハさん、電気アイローさん、 KT さんありがとう。そう、全部わかんなかった。センプールさんありがとう。そう、悔しかった、どれも知らないことだった。山口のこと何聞かれたか忘れちゃったけど、多分全部答えられなかったと思う、難かったもん。確かに錦帯橋とか、そう、でもそういう系じゃなかったんだよな、山口も。ね、どんな問題があったか覚えてないんだよね。あ、あの子飯は絶対に美味しいね。そう、何だったかな。そう、まだ知らないことがいっぱい。確かに山口政治家多いしね。まだまだ知らないことばっかりなんだって思ったらね、寂しくなりました。うん、カルスト大地、坂口リコピさん、ユウさん、だるまありがとう。ジオゲッサー知らない。ゾンビワタさんありがとう。ね、秋吉次第、アさんありがとう。なんだっけこれ、ペンライト、クマペンライトありがとう。確かに山口県は山多いよ。ヤッホーみんな、眠たくなってくる。まだまだこれから、これから目をさ開けてると眠たくなってくる。え、日本一長い市道があるの？山口県？知らなかった。風さん、まさやさんありがとう。山賊鍋、はぎ、秋吉台、徳山、ふぐ、知ってる言葉？山口県のさ、市をさ、すべて言うってなったら難しいかも。のぶろうさん、みきやくんありがとう。かずやさん、江戸っ子のかずちゃんありがとう。まとりょうしかさんありがとう。江戸っ子のかずちゃん、パクチンさんありがとう。県庁所在地、岩国は、あ、なんかさ、広島県民、広島県の人がさ、あの初めて免許、車の運転する免許を取ったら、そっから岩国まで行くっていうのはあれらしいよね。でも岩国はギリギリ山口県らしいよ。ガードレール、そう、黄色なの。ヘロー、チリ好きだった。え、わかんない。でもなんかあのさ、三角巣とかなんかあのさ、なんか地名、チリでも面白かった。果樹園、なんかその土地の特徴とかあるじゃん。ゆうき、ちびわたさんありがとう。高杉晋作って山口県の人なの？え、扇状地めっちゃ夏い。うん、岩国は経済圏で言えば広島なんかな。そうなの。空鳴さんありがとう。雪丸さんありがとう。
私全然知らなかった。広島の広島か山口のか岩国市ね、山賊行く。ああ気候区分懐かしい。え、山口の栄養なの、え、知らなかった。高杉晋作、ちなみに桂正五郎さんは知らない。吉田松陰先生はもうみんもう大好きじゃん。大好きよ。萩は三角す、え、そうなん、全然知らないけど。高知とかあるじゃん。何それ、何何何、読めんだけどね。吉田松下村塾は有名ですね。吉田松陰はもうみんなの吉田松陰だからね、有名だよね。あ、木戸なんちゃらかんちゃら知ってる。え、知らない、誰。確かに毛利、近代日本の父。そうなの、誇らしいね。ボテさんありがとう。木戸孝允か、わー思い出した。みんなよく知ってるね。マジャさん、おたまるさんありがとう。え、調べてみよう。まず岩国は広島かみたいな。長文すぎてなんか全然読む気になれなかった。あ、めっちゃ懐かしい。維新志士、何これ。伊藤博文はもうみんなの伊藤博文だよね。へえ。お、福山は逆に岡山って言われてる。広島の福山、福山市。え、わかるでしょ、長文でむずいこと書いてたら全然読めないんだけど。そうなん。友の浦行ったことない。あ、壇の浦は行ったことある。下関やんね。友の浦と壇の浦ちょっと似てすぎた。福山は岡山県なん。長文は1文字ずつ読めばギリいける。え、教えてほしい、ほんと全然わかんないんだけど。ご飯粒ちゃんありがとう、マシュマロ。え、でも山口県民からしたら岩国は山口の岩国やし、ちょっとね、ご飯つぶちゃん、ひろちゃん、更新の神、ありがとう。私、広島に住んでる人、広島在住から言わせてもらえば、福山はきっと広島だす、広島だし、広島だし。ライさんありがとう。髪の毛よかった、サラサラになって。一応うわ、下関は北九州。え、一番ないでしょ、一番ないでしょ、それは。ほら、もうママが怒っちゃう。一番ないでしょ。一番ないでしょ。腹立つ。
激おこ配信しないと。マスノリさん結婚して無理です。ひどめ。シバさんマシュマロありがとう。おこだわ。クレに住んでたことあります。なんかいいよね、クレとか尾道とかいろんなとこある。うん、ミキヤくんハートありがとう。まあでもあれなんじゃない、あのさ、あの富士山は静岡のか山梨のかみたいな、それ論争と同じとこやん。まあ山口県のこの枠にはまってんだから、広島の枠にはまってんだから、岡山の枠にはまってんだから、福岡の枠にはまってんだからって考えたら、まあ答えは一つしかありませんよね。ウケる。花は誰のもののグループのメンバー。そうやっぱ国境なんかね、そうだ国境なんかないよ。県境なんてないよ。へえ、富士山は富士山。8083マシュマロ、なべなべ所長マシュマロありがとう。でも確かに四国とオーストラリアって似てるよね。毛利小五郎はどこのあれなん、毛利小五郎は誰なん、え待って、毛利小五郎ってコナン。山口県民あるある何か教えて。山口県のことは山口って読むけど、山口市のことは山口って呼ぶ。あ、毛利小五郎はコナンか。これは眠りの小五郎か。そうなん。毛利誰がさ、あれさ、毛利元就か。広島城に住んじょんって誰なの。広島城に誰が住んじゃん。ミキヤくんハートありがとう。ガードレールが黄色いのって本当、全然考えたことなかったけど、ガードレールでも黄色いらしいです。本当です。もう私は何色のガードレールを見てもびっくりしてないです。給食にフグで取ったってほんま？出てないかも。か、クジラ？広島城で住めるの。元就？広島城誰いる？誰の城？テルモツよ。テルモト？誰？テルモト？カット版って呼んでるよ。毛利元就の孫、うわあ、そうなの？輝元？元就？輝元っぞ？マジ？マサさんありがとう。輝元？なんか歴史って面白いよね。城は誰のもの？お孫なんだ。輝元やるじゃん。ひろりさんずくは知ってるよ。
ラブローさんハートありがとう。テルモトは後藤誰、もっとぐちゃぐちゃになるけ。テルモト最後は浅野。え、今川焼き大判焼きなんて言いますか。え、商品名で今川焼きって呼ぶかも。三本の矢の話そうだよね。は毛利元就。石垣とか、え、あれ自分でやってたの、自分で積んでたの、あれすごいね。フットボールアワーかい。めっちゃきのこさんありがとう。後藤輝元さんはフットボールアワーの後藤輝元さんかい。今川焼きよ。え、毛利の輝元。ミキヤくんありがとう。うーん、まさのりさんありがとう。レインボースターいける。東京面白選挙立候補者後藤さんかい。そっちかい。毛利は、毛利輝元が作ったんや。勉強になる。え、いつかさ広島のさ、なんかさ瀬戸内抜き打ちテストとか来てもいいようにさ勉強しとこうよ。あ、ちなみに目薬買いました。目薬買ってみたよ。スースーするやつ。 KT さん、まさのりさんありがとう。なんか花粉で目がゴロゴロするけ、ちょっとスースーするやつ。ねえねえ、こっち来て。せーの。連れてきた。ホタルイカ、ゆでみさん、マライカさん、まさのりさんありがとう。さとしさんありがとう。うん、いつかあるかもしれんじゃん、その時のために。ストーチのことについては調べとか。うさぎうさぎ、さとしさん、ご家族で花粉症の方いるよ。ママ花粉症よね。私も元花粉症だったよ。でも克服した。鼻水出なくなった。キラゾンビワタさん、ボテさん、サトシさんありがとう。808さんありがとう。かわいい、プリプリしてる。え、抜き打ちテストで満点とか取ったのガチかっこいいよね。しようよ。広島クイズとかで、私でも広島クイズさいけそうじゃない。うーん、え、なんかさ調べたら出て、あ、おなかおなか、かわいい。わたまるさん、さとしんさんありがとう。です、ありがとう。かわいい。じゃあ広島クイズでさ調べようよ。あ、広島はこんなとこじゃけん、広島県あるあるクイズ。え、あるあるクイズでいい。わたけらちゃん、みきやくん、うわ、むずいそうだよ。一緒にやろうよ。ツーですよ、ちびわたけらさんありがとう。あ、メールどうですか。 JR 呉線、壁線、よく止まるのはなぜ。雨、猛暑、動物。え、動物っぽいけどな、なんかそれっぽくない。動物、雨、猛暑はないやろ。なんか動物が出てきて、あー止まっちゃうこと、鹿とかなんか出てきそうやけどね、タヌキとか。
ジ雨が多いぞ。雨マジ動物もいそうだけど、動物 JR やろ、動物人手不足、どっちやろ、かわいいやんよ。でも普通はさ雨やんね。でも雨で止まるより雨で遅れるとかならわかるけど、動物行く、ドン、雨でした。豪雨になったら止まります、もちろん雪でも。豪雨になると止まるんだって。そうなん、電車に動物が来ないようになってんの、悔しい。広島県内でよく見かけるマツダ車の特別な色は、ソウルレッド、リーフグリーン、ハードゴールド。よね、いや、なんでママが答えるいや、リーフグリーンとハードゴールドはもうポケモンやん。ソウルレッドやろ、だってカープやろ。おお、広島カープのヘルメットにも使われている。ソウルレッドって色が広島カープの色なんだ。ポケモンやん。広島のお土産といえば、あーもうふざけちょう、いちょうまんじゅう、もみじまんじゅう、桜まんじゅう。ふざけちょうやろ、もみじまんじゅうや。日本で初めて広島の企業が発売したものは、カステラ、ヨーグルト、牛乳。ヨーグルトっぽそう、チチヤスやけ。カステラはだって長崎やんね。夏の雪さん、ゴミゴミ結婚して無理です。誠さんありがとう。広島の企業ヨーグルトっぽくない。ミキヤくん、カラスさんありがとう。なんか一口さ残しちゃってや。おお、おやささん後でちょうだいや。日向隆さんお疲れ。ゴミゴミさんありがとう。ヨーグルトやろ、ヨーグルトだって。大正6年に作られたんですって。100年以上の歴史があります。すごっ。父やすかな、チーボーかな、チーボーかゆい。嬉しい。サンライズって何のこと。メロンパンよね。広島ではサンライズと呼ぶのが一般的。呼び方の由来は太陽が昇る姿から。ダイソーも広島なの、やば。ヤッシーさん、カーボーさんありがとう。ヨーグルトいつもお世話になってるから。広島のスタジアムグルメといえば、カープそば、カープラーメン、カープうどん。カープうどんじゃないん。カープそばかもしれん。カープうどん、私さ広島問題強いかも。宮島にカップルで行くと長続きする、結婚する、別れる。別れる、何この、あら、それは別れるんだ。これに答えられてしまった、つらい。長続きしてほしい。飲食店のテレビ何が流れてる、だいたいカープの中継。もうさめっちゃ簡単なんだけど、カープ愛。学校で7月になると何がある、カープの応援練習、折り鶴マラソン練習。折り鶴やないん。8083ありがとう。やっぱ平和公園を送るためみんなで降ります、すごい。広島出身の有名人といえば、綾瀬はるかさん。有吉さんも、矢沢永吉さん。矢沢永吉さんもう広島出身な、知らんかった。808さん、たくまさんありがとう。面白い。
10問中9問正解しました。雨で呉線壁線は雨で止まる。えいちゃん、ね、え、待って待って、新しい1万円のお札に乗るのは吉川浩二さん、矢沢永吉さんやなくさ、1万円札に乗るのは誰だっけ。渋沢栄一か。吉川浩二さんだった、間違えた。パピポンちゃんありがとう。吉川、矢沢永吉さん、渋沢栄一さん、ミキヤくんありがとう。吉川浩二さんもなの、知らんかった。あ、エラー、広島クイズにエラーが出た。面白、808さん、ゴミゴミさんありがとう。いける、おっとっとさんありがとう。じゃあ次は広島県面白雑学やクイズ。え、山口問題もある、やってみようかな。もう私山口県民じゃないんかもしれない。いや山口県詳しいよ。キヨニーありがとう。じゃあいくよ。広島県ではある海産物の生産が盛んに行われてます。その海産物とは一体。牡蠣、やったー。広島県は牡蠣の生産がとても盛んに行われており、その収穫量は日本一位を誇っています。なんと国産の牡蠣の約6割が広島県で生産されたもの。すごっ。続きまして、広島県、やばいやばいやばい、大竹市の地名、比べるに作るって書いてる、この比べる作るは何と読むでしょう。ひっつくり、ピッサク、比べ作、なんとなくだけどひっつくりっぽそう。え、ひっつくりです。ひっつくりは広島県大竹市の地名です。もう合ってた。シルニジピンさんありがとう。え、大竹市は多分行ったことない、やったあるかもしれんけど分からん、どこにあるか。最西端の都市、瀬戸内工業地域の一拠点として発展してる、ね、ひっつくりかわいい。広島県のお土産として最も人気のもみじまんじゅう、いつ開発された。江戸、明治、大正。大正。え、いいかな。でも昭和前なんだね。大正じゃない、明治かな。ララさんありがとう。やばいやばい、伊藤博文だか誰かが名付けたの、もみじまんじゅうって。え、なら大正。え、伊藤博文っていつの時代の人、江戸、江戸。医師さんハートありがとう。明治なの、やばい。もみじまんじゅうは明治、じゃあ明治し、江戸、ほんとじゃん。え、じゃあ明治は、え、じゃあ、え、もみじまんじゅうはじゃあ明治時代でやってみるよ。いくよ。明治時代だって。もみじまんじゅうは1906年、明治39年に旅館、何これ、岩荘、岩荘に茶菓子が納入していった和菓子職人の高津常助が
開発した。旅館からもみじの歯型の菓子を作ってほしいと注文に応えて開発した。政治の中心にいたい、何これ、山県有友などがおり、数多くの明治維新の立候補者、間違えた、立役者を輩出します。全然ようわからん、常助なん、これ常助はマジ明治ネーム、マジ明治ネームとかあんの。ロムさん、イッチーさん、ありがとう。旅館のお菓子なんだって。山形ありとも、お、ありがとう、教えてくれて。常助、常助って明治ネームなんだ。じゃあ明治県でした、明治県じゃないわ、明治時代でした。次、広島県の方言、走るの意味は何でしょう。ゆっくり歩く、ひらひら、ひりひり痛む、喉が渇く、え、知らん。走るとか、走るとか、え、走るじゃないん、走るねみたいな。ゆっくり歩くではないでしょ。大竹さん、ありがとう。大滝ゆりやさん、ありがとうございます。知ってる、こっち今日の配信走るやん。え、喉が渇くとか、ヒリヒリ痛む、あ、立役者って読むんだ。コビトさん、ありがとう。マシュマロ、メンバーが使ってるの聞いたことない。うん、え、わかんない。ヒリヒリ痛むなの。え、ヒリヒリ痛むだって、初めて聞いた。例えば歯が走ってかなわん、歯が痛くてかなわない、傷口に消毒液を塗った時にも走る。ああ、お風呂入って、あ、確かにこけた後とかさ、お風呂入って、は、痛いってなるもんね。そう、いびき、寝てます、かける、はし、本当の走る時はかけるっていうらしい。なにこれ、心が走ります。大丈夫そう。え、広島県で坂の町として知られているのは尾道市じゃないん、坂の町やないん、あれ一番ぽいけど。いくよ、嬉しい。ボテさん、ありがとう。尾道市は瀬戸内海と山々に囲まれた坂の町であり、映画などのロケ地に使われていることも珍しくありません。すごい、多くの寺院や古民家、昔から残る石畳など歴史を感じさせる風景も魅力です。ご当地グルメの尾道ラーメンも有名です。あ、ちょっと嬉しいね。リナラフィーさん、ありがとう。広島県の鳥、県庁、鳩やろ、尾道。え、行きたい私も。うん、クイズに答えてるの。鳩やろ、大滝ゆりやさん、ありがとうございます。全然違ったんやけど、アビ、アビっていう、アビっていう鳥です。誰？見たことない。そうなん、ショックかもしれん、鳩やなかったん。うん、ちょっと可愛くない？画像検索私もしたよ、ちょっと可愛かった。どんな魚？あ、魚じゃなかった、鳥、なんか黒くてなんかポケってした顔だった。うん、
黒い。広島県の魚は何でしょう。牡蠣、イカ、トビウオ。牡蠣って魚に入るん？そう、なんか黒くて首がちょっと長くて太い感じでグニョグニョみたいな。あ、ツートーンだった。顔はトビウオかね。トビウオっぽいよね、こう来たら。牡蠣魚に入れるの強引すぎるよね。だって生産量がいくらでもその何日本で1位だとしてもさ、これはちょっと強引すぎるよね。トビウオで牡蠣らしいです。牡蠣は魚じゃなくて貝じゃないかと言いたい方もいるでしょう。はい、ここにいます。しかし実際に広島県の魚として牡蠣は登録されてる。県のホームページにも明記されてる。あ、やっぱこうやって言う人がいるということはちょっと分かってたんだね。この人、広島県は牡蠣の生産量が日本一であるため、広島県の代表的な水産物という点では間違っていない。やられた。へえ。うんうん。パタさん、ありがとう。続きまして、東京都の銀座に出店している広島ブランドショップ TAU。 タウ、タウとは広島県の方言ですが、どんな意味があるでしょう。これは簡単です。届く、タウは届く、手が届くという意味で使われる言葉で、そう、荷物や手紙が届くといった意味じゃないと。タワンといえば否定形になる。そうそうそう、タウ、タワン。マジ簡単すぎるよねこれは。え、牡蠣食べたくなってきた。続きまして、厳島神社でおなじみの宮島はある木製の道具がお土産として有名です。それは何でしょう。あ、もう簡単です。しゃもじ。宮島は木製しゃもじが有名。宮島には主となる産業がありませんでした。そこで江戸時代になんか修行僧がしゃもじをしたらなんか作ったらしい。しゃもじ簡単ですね。へえ。ラスト、ラスト問題。そうな、ラスト問題。次のうち広島県が生産量日本一を誇る果物はどれでしょうか。桃、レモン、いちご。レモンやろ。国産レモンの5割以上が広島県産らしい。うん。あ、でも最初のに比べたら、あ、合わせたら20問した。輸入品のレモンは防腐剤を使っているので皮は食べられませんが、国産レモンは防腐剤を使っておらず皮ごと食べられるという魅力もある。尾道市瀬戸田町、あ、瀬戸田、街路樹としてレモンの木が採用されています。やっぱ瀬戸田のレモンやけね。すごっ、ちょっと感動してるかも私。レモンわかる。よしよし。え、すごっ。シトラスパーク瀬戸田やもんね。そんな取れるんやね、シトラスパーク。そう、シトラスパーク発作も確かにやっぱ柑橘類強いんだ。うわー、うん、レモンの木植えた。確か、でも街路樹は強いね。アクリルが出るかも。うん、今日は12時間寝ました。今日は12時間寝ました。朝起きてちゃんとあのツイッターとメールの準備はしてたので、ツイッターとメールはちゃんとして、なんかできなかったらちょっとなんかさ、ちょっとなんかサボったみたいな気持ちになって嫌だからちゃんとそうした。りゅうちゃん、ありがとう。マシュマロ、寝すぎて眠い感じ。え、でも起きた瞬間
よく寝たってもうすっきりしたけど、今は多分だけどさっき夜ご飯を食べたから眠いのかもしれない。そう、寝る子は育つ。前髪も伸びるかも。頑張って。そう、めっちゃ寝てたし、途中でそのメールとツイッターもあるけど、荷物とかも届いて、なんか犬とかが起こしに来たけど、でも寝た。ママもなんか起こしに来たけど、起こしに来たっていうか、なんか起こしにこりゃ起きるやろみたいな感じでしたけど、それもガン無視して寝た。小人さんありがとう。マシュマロ、やばい、クレセンがよく止まる理由は雨です。めっちゃすっきりした。ミキヤくんハートありがとう。で、ほんとお肌にもいいでしょ。12時間ほんびっくりするぐらいびっくりした。私もカラスさんありがとう。起きた瞬間に、え、なんかでも途中その12時ぐらい過ぎてからはなんか1時間に1回ぐらい起きてて、30分に1回ぐらいだけど、まだ眠いな、まだ眠いなを繰り返したら2時だ。今日の夜も眠れる、絶対眠れる、自信しかない。その眠れる自信しかない。ミキヤくん、カラスさん、808さん、マツさんありがとう。実家で寝すぎてやばいじゃん。なんで実家でこんな寝れるんやだろうね。ゆっくり休むね、ありがとう。しかも今夜早く寝たい。あたいも今夜は寝るわよ。寝てなかったん。え、今日って金曜日やんね。みんなよかったね。明日明後日土日じゃん。分からん、睡眠負債。でもなんか一回私、アジポンさんレインボースターありがとう。その睡眠負債という言葉を覚えた時にちょうどそのコロナにかかっちゃって、10日間ぐらいその活動を休まないといけなくって、メールもツイッターもショールームもできなかったから、普通に他のお仕事もできなかったから永遠に寝てた時があったんです。マリーさん、マシュマロありがとう。キャンディーもありがとう。鍋さん、キャンディーありがとう。岩田さん、ハートありがとう。夜勤頑張れ。そう、そんな時代。そしたら、え、本当にあの何、いっぱい寝て健やかだった。睡眠負債とか、そう、多分もうなくなったと思ったから。フォーユーさん、バリーさん、マシュマロありがとう。アンキーさんもありがとう。マシュマロかかったことあるよ。フリマロバカさん、アッキーさんありがとう。そう、あの時はもはやもう、そう、強制乾燥、そうそう、睡眠負債の強制乾燥だから、知らん、いつの間にか乾燥しました。八津太郎さんありがとう。そう、コロナかかってた。でもコロナが STU で流行ってたんだよ、その時は。今はもうかかる。でもさ、私コロナになっててもさ、そう、症状とかあんまりなくって、あ、やっぱ私ってあの最強なんだって思った。なんか私インフルもかかったことないし、あの熱とかもあんま出さんし。バリーさん、マシュマロありがとう。そう、なんか倦怠感があるかもとか思ったけど全然で、うん、熱っぽいかもとか思っても全然熱とか出てないしそう全然元気でした。でも鼻の通りが悪くなるというか、そう、だからそれであのめっちゃあのお風呂のその蒸気で、あのお風呂のお湯で鼻の通りを良くしようってしてたの。うん、だからめちゃめちゃ早くお風呂に入ってしまったらもうさ、寝るしかないから早く寝てみたいな生活を続けてたから、睡眠負債の強制乾燥。
そうめっちゃ頑丈だよ。謎喉の不調、去年の喉の不調も STU 全体的にその全体的に不調だった、みんな。だから多分なんかがあったんだよ、ウイルスとかが。ケンちゃんありがとう。でさ、一緒にそのコンサート、そのクリスマスライブとかだったからさ、その頃だからあのあれよ、メイクさんもなんか風邪ひいちゃったみたいな、なんか症状出てたみたいな。ルニさんありがとう、マシュマロすごすぎた。だから多分ウイルスがあったんだよね、母に感謝。後遺症なしだよ、ありがとう。ルニさんもホイホイさんもありがとう。やっぱそうだよね、元気になるよね。懐かしい、めちゃめちゃ懐かしいですね。スタッフさんもかかっちゃった。昔話好きですか？あと体調崩したことはもうほんのない。 ST 入ってそのなんか風邪っぽいみたいな、もうそれぐらいしかないです。本当になんだろう、本当に何にもない。タイちゃんとんこつスープさんありがとう。昔からもうないね。バリーさんマシュマロありがとうね。いっぱい寝ておくよ。寝まくる、本当に。身長あと1センチぐらい伸びるんじゃないかってぐらい寝るね。山口クイズ、じゃあ私が出題する。怪我は動きすぎて肉離れになったことはある。やんちゃすぎ。ありがとう、偉いわ、優しい。健やかだよ、もう本当に。もう本当病気怪我知らず。長内さんありがとう。なんかその肉離れはその前のなんかその肉離れを発症する2日前とかにシャトルラン、イモステレビかなんか あの体力測定でシャトルランをして頑張ってたんですよ。トリガーさん、フォーユーさん、ケンちゃんありがとう。であんまその走る動きをしてなかったから前ももが、どっちかっていうと私裏ももとかそんな足もあんま筋肉痛にならないタイプなんですけど、久々の走る動きで前ももがめちゃめちゃ肉あの筋肉痛になっちゃって。あ、 BLT グラフありがとう。そうで、それでうわーすごいで、それですごいなんか前ももが不思議な感覚で筋肉痛でかは知らないけど、そうでその2日後とかにまだ足に違和感を抱えながらリハ、僕隊公演のリハして、した。もう今日はもっと足を高く上げてみたいな、そう高く上げて頑張るみたいな感じに勢いよく頑張ってたら前も肉離れしちゃったの。なんか後ろももが良くなりやすいからそれは肉離れじゃないみたいな感じ言われたけど、いやあんた私の太ももじゃないけ分かるわけないやんって、そう怒った。なんかスタッフさんにで、私昔そのそれこそだ中学校のなんか時もマラソン大会の時とかの時肉離れになってるから、前もも結構前もも肉離れになりやすいのかもしれない。シルバーツツビさんありがとうございます。
でもなんか前ももなりにくい、わかんない、後ろももがなりやすいってみんな言ってるし、前ももは肉離れならないって言ってるけど、私はもう人生で二度も前もも肉離れしてるからね、癖になってるのかもね。でもなんかあるかもしれない、うん、癖なのかもね。ダンスとかで足つることってある？え、私足つったことない。 B ショップダンサーミキヤくんありがとう。ハードとか、あーこう使ってってこと、確かに。バリーさん B ショップダンサーありがとう。マイクが目に当たってまつげが抜けるっていう事件は確かに悲しかった。でも目がさ、ここめっちゃゴンってなって、かさぶたにもなってたし、内出血もしてた。懐かしい。しかもアーシャ撮る前日、前々日とかだった。ヨウくんマシュマロありがとう。めっちゃ懐かしい。なかったけどもう生え揃った。あれは悲しかったね。うん、足つったことないよ。寝てて足つる？痛かった。やんちゃですね。ダダダラダダーン、ダダダダダダン、やんちゃすぎる。頑張ったんよピーニャン。でもあれはなんで普段ダダダダダダペダルの終わりのポーズなんですけど、なんでこうなっちゃったんだろうって思ったら、あのペダルを階段、コンサートだったんですけど、あ、寝返り、階段でやってて、1段ずつメンバーがいたんですね多分。でめちゃめちゃ狭くて、それでこう多分上げたら前のメンバーにぶつかっちゃうかもしれないって思って、めっちゃ自分の方に近く腕を上げたからかなって思ってる。岩田さんマシュマロありがとう。フリマロバカさんマシュマロありがとう。 それかもしれない。ダーダーとかしてしたらこうじゃん。でもこうしたら多分前のメンバーにぶつかっちゃうって思って、だからダーダーぐらいでやったら多分もう距離が近すぎて目に当たっちゃったのかもしれないね。うん、危なかった。だから痛かったけどやりきったけど、えみたいな、あ、まつげが落ちてるってなった時は悲しかった本当に。しかもその次の次の日とかにアーシャの撮影があったからめちゃめちゃショックだった。ちゃんとメンバーにぶつかったらさかわいそうだから。曲が終わって、え、その時は痛くなかったよ。あ、なんか、あ、目に当たっちゃったみたいな。でもなんかここら辺にカサカサ感じるんよ、表情とか動かした時。そしたらまつげの束が落ちてて悲しかった。受ける、痛いは全然叫んでない。だから自己調査、そう自己調査と分析、そう、あーしゃまつげでもちゃんとまつげ生やしてもらった。だからその何、あの空っぽの状態で撮影したけど、なんか何、加工するとき、まあ無加工でさ、そんなアーシャしないけどからさ、ちゃんとしっかり色の調整とかするじゃん。調整とかするときにもうまつげもちょっとだけピッピッピッってしてもらった。泣いた。でも生えたから大丈夫。生えてよかった。うん。うん。懐かしい。まあ、アーシャすごいよ。いつかまた。アーシャ。いっぱい撮ってもらったからさ、
アーシャはもともと今のアーシャになる予定じゃなかったんですよ。今のアーシャ天才じゃん。放置餃子の日ありがとう。そう、今のアーシャめちゃめちゃそのいい感じだなって思ってるんですけど、あ、ありがとう今まで。でも実はこのアーシャ、その写真は一緒なんですけど見た目が全然違くて、クジラトさんありがとう。私ってもともと髪の毛がちょっと黒、真っ黒ではないんですよ。ちょっとその太陽とかに当たると茶色く映る髪の毛の色をしていて、そうで、それでアーシャって瀬戸内海バックで撮ってるんですよ。で瀬戸内海バックで撮ってもらってるから、その外の光で、太陽の光で髪の毛が結構茶色く映ってたみたいで、それでそのあかりちゃんさんがいろいろ加工で消されすぎてて、別人別人って言ってた。え、そうなんです、実は5番くらい、え、どんぐらいの知らんけど。でそれでだから本当は今のアーシャになる前、実は私加工で髪の毛真っ黒にされててめちゃめちゃ黒髪だったんです。実はもう青ぐらい、青が分かんない、黒髪みたいになってて、それプラス写真あるけど今見せないでおこう。お肌もなんか真っ白にねしてもらう。もうこれをね見たらえー、ってびっくりすると思う。私もびっくり。そうだからか、だから今年のアーシャ6月とかに5月とかに変わったじゃん、今年度の。でもだからなんですよ。でもよかった、この髪色変わらずで、別人、マジで別人、びっくりする。しかも私、いや別人別人、顔もこっちの方が小さく見えるプリマルおばかさん、マシュマロありがとう。アーシャはそうだよ、毎年度変わってます。来年度のアーシャもそろそろアーシャの時期だ。うわすごい、全然違う。全然違う、すごい真っ黒。うん、アーシャでも私、あー確かにアーシャってどうなんだろう。私アーシャ10分とかで撮り終えたかも。研究生のこと撮ってたんだよね私、研究生チームで。マスノリさんありがとう。あ、それとかさ、あれリチャとも撮った。リチャとユイタン、ノアミョン、カナウちゃん、この4人かなで撮りに行ったよ。そう、タカさんありがとう。懐かしい。でもその去年は滝野さんと撮ったな。でも私はすぐ終わった。タカさんありがとう。もう表情がいい、ワンパターンしかないからと思う。
え、優しくて可愛くて、え、嬉しい、りちゃん、そんな風に言ってくれるの、りちゃん。今年も笑顔の練習しとかないと。え、今年って歯出してたっけ。今年のアンシャって歯出てる。あ、出てるね。本当はね、いろんなモードも撮ってね、実は歯出さない顔もしてみたんよ、みたいな。でもなんかアーシャ撮るときに、めっちゃ前のアーシャ撮るときの表情のリクエストで、口を開けずに口角をめっちゃ上げてみてくださいみたいな、ね、もっと上げてみたいな、もっと上げれるよ、もっと上げれるよ。むずすぎるでしょ。で、そうリクエストされたことがある。めっちゃむずすぎた。普通口開けずに口角上げてやったらさ、まあこんぐらいやん。でももっと上げれるよって言って、え、もっと上げれるよ、もっと上げれるよ。むずかったあれは。そう、アンミカさんを思い出した。アンミカさんがめっちゃ口角上がるやん、あれなんかなと思って。やばすぎた。ピエロ、マジピエロ、ピエロの絵文字とぴったりすぎて。マジ V 字口角。チケットゲット、ありがとう、めっちゃ嬉しい。何それ、めっちゃ嬉しい。アーシャ、え、嬉しかったよ。アーシャ嬉しかった。サトシさんありがとう。テーマパーク行けるの。行かなきゃ。私選べるテーマパークのチケット、ワシューザンハイランド行きたい。え、なんかさ、でも初めての頃はさ、撮影とか言われてもさ何も分からなかったからさ。でも今はちゃんと分かるけど、不思議な感覚だった。言われるがままにメイクしてもらって表情作ってみたいな。今は表情、え、今はなんかメイクももう自分ですること許されてるんだけど、もうさすがに何漏れ、何写真漏れするメイクみたいな、なんかでも撮影の時のメイクってめっちゃむずくって、その普段の公演でするメイクとかとはダメ、そんなしちゃダメなんですよ。キラキラとかピンクとか。だから一回撮影の時そうやってメイクでその落としてとかなるのがちょっと嫌だから、もうほぼすっぴんみたいな状態で撮影に臨んでみたんですよ。そしたらなんて言われるんだろうみたいな。あ、私はそう全力で涙袋が消されちゃうんです。そう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 、やばいよね。そうだからちょっとあの、そう涙袋元から私今日もちょっとすっぴんなんですけど、元からはもう何もそうこうやってしないと涙袋が消えないぐらい元から涙袋が大きいんですよ。そうでも涙袋書いてなくても書いてるって言われたりしちゃうので、ちょっとあのある日のメイ、あの撮影の時ほぼすっぴんで撮ってもらったんですよ。そしたらさすがにメイク薄いよって言われた。
か私の中ではちょっとちゃんと薄いものは薄いって言われるんだってちゃんと分かった日だった。さすがにちょっとメイク薄いよ。今日もちょっと配信始める前にすっぴんやばいって思ったけど、もうちょっと見慣れたけど、そうすっぴん恥ずかしいけどもう見慣れてしまった。ちゃんとちょっとね、どこまでが何濃いのか薄いのかよかった。面白いわ。ね、言いたいけど言えんのよね。雑穀堂の意見は通らないからさ、雑穀堂のつらい。工藤雑魚の意見は通らないよ。いや、分かんない、通るのかもしれないけど、まあ餅は餅屋、何餅は餅屋だっけ。そうだから、まあ加工の人に加工はね任せないと。そう、実験加入した当初にメイク、確かになんか教えてもらった。え、すっぴんって言われないと分からん。え、なんで餅は餅屋、ね、餅は餅吉、そう餅は餅吉だし、すっぴんはずいよ。バリーさん、マシュマロありがとう。808さんもだるまありがとう。うん、ストーブねえママー、あ、来た、あ、かわいい。なになに、ストーブが時間だよって。餅が焼けた。え、餅は餅やって英語なんて。 Mind your own business。 まこやんさん、ありがとう。ありがとう。あ、いっぱい、あ、のびのび。いただきます。まあ、小屋さん、としさん、ハートありがとう。豆太郎大きなさん、ありがとう。一気にしよう。おいしい。リコチ、お世話になった。いえいえ、ねちゅうえ、お腹ほぼへそ天。ヤギちゃん、かわいい、ありがとう。もちショップイズもちショップ。工房も筆の誤り、猿も木から落ち、という僕の意味の言葉でもある。え、もちやもちや、そっか、かわいい、かわいすぎる。いつもうちのリコチがお世話になっております。逆やろ、ママが言うんやろ普通。ママやった。もちいざもちショップ。いや、ほんと、おー、Experts know best。 かっこいい。なるほどね、専門家が一番知ってるよって。かわいい、よし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 。Every man's history。 どういう意味、プロに任しちゃい。そう、あったかい、この子かわいい。ハニバルさん、かわいい、ありがとう。このキャップ気になるな、いらない、なんか長いけど、ある、ずっと。ハニバルさん、ありがとう。
済んだな。なんかバリーさんありがとう、ネギショ牛タンさんもありがとう。ふわふわだよ。あーよ寝てるよ。蹴られた、蹴られたわけがない。反応、ハンニバルさんありがとう。レインボースター Let the baker bake the bread。 あーそういうのもあるのか。あやとくんありがとう。マシュマロ、山口にはないかな。見てもほぼ開いてる。アジの開き、フリマロバカさんありがとう。ハニバルさんありがとう。つぶちゃんってどんな性格なの。うーん、ピーみたいな。ハニバルさんありがとう。ピーみたいな。こんな感じ。この子はとりあえずみんな大好きみたいな、みんな大好きって感じ。もうビビり、お兄ちゃん大好き。今朝は本当に寝起きだったんだけど、私がね寝起きで、そのつぶちゃんがちゃーみたいな感じにその来て、私が寝てるとこにね。でそれで、そしたら本当になんかあのチョコレートのアイスクリームがなんかこうこうあるじゃん、なんかアイスをさこうこうやってさカチャカチャってしてさ、プンって丸くするさ、なんかスプーンみたいなあるじゃん。そのそれでチョコレートアイス、それで丸くなったチョコレートのアイスがディッシャーかが枕元にいるんかってぐらいまん丸で可愛かった。どういうことって感じやと思うけど、あ八方美人八方美人。でも嫌なことしてくる人には全然なんかわーとかしない。スノーさんありがとう。雪の結晶そんなまんまる、そうかわいすぎる。マリーさんマシュマロありがとう。あとはそう、でも私が目覚めた瞬間に来てほしいからつぶちゃんに。でそれであのつぶちゃんもう寝ちゃうんやけど、つぶちゃんって呼んだらはっって起きて来てくれと。寝ちゃうのに、だからもう自分がつぶちゃんって分かってるんですよね。この子かわいい。どうやらビビリかも。あとは私がご飯食べてたら絶対くれるって思ってもらいに来る。もらいに来る。うん、自分の名前はちゃんと分かってる。偉いよね。つぶ様だと思う。つぶ様って呼ばないといけない、これから。おつぶ様。でも とにかく可愛いです。それが嬉しい。つぶちゃんです。確かにそうかもしれん。ちょろいからご飯くれるね。そう、私が一時期そのつぶちゃんはリンゴとか好きなんですけど、たかけいさんありがとうマシュマロ。私がそのリンゴを食べてたんですよ。でそれでそしたらつぶちゃんにちょっとそのリンゴをつぶちゃんの一口大にちぎってあげたんですよ。そっから始まったんです。
でリンゴがずっと食卓にあるから、私が他のもの食べててもつぶちゃん来たらリンゴをあげながらご飯を食べるみたいな。やったらつぶちゃん覚えて、だから朝ごはんも昼ごはんも夜ごはんも私が食卓に座ってたら絶対尻尾でリコちゃんリコちゃんって来るようになって、やばい。でもリンゴがなくなった時が一番大変。何もないってなる。あげるんかいって感じだけど。スノーさんマシュマロありがとう。リンゴ。どっちで。心の声。うん。じゃあ今から山口県のさ。あれもしようよ、広島クイズしたから次は山口クイズもしよう。いつもリンゴをくれるしお姉ちゃん、そのあれで言いたい私も。え、なんかほらなんか短い毛がいる、やだ、何変な毛が出てくるね。リンゴずっと好き、スノーさんありがとう。じゃあ山口県クイズ、クイズ知っちょる山口。つらい、これでさ本当に知らんかった。まずは初級編。山口県の花はなんか知っちょるかね。なんかもうさ、ハグリッドに話しかけられてる気分。夏みかんの花、なしの花、リンゴの花、絶対夏みかんの花だと思う。なんでさ、なんでさ、山口弁、はてどれじゃろうか。著作や、わかるかの。みんなも一緒に考えてやってくれ。1が正解じゃろう。山口弁のことこうやって思っちゃう。スノーさんありがとう。あら、におった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 、めっちゃにおった。え、多分だけど夏みかん有名だから夏みかんやない。お、正解。強度、5月になると白い花が咲き甘酸っぱい香りが漂うと言われてる。うん、なんかよくわからんけど長文すぎて。マリーさんありがとう。マシュマロ、病院昨日行ったよ。え、ウケる。山口県の代表的な焼き物は知っちょるかね。1人形焼き、2萩焼き、3石焼き芋。なめちょる。萩焼きに決まっちゃうやろ。焼き物で人形焼きとさ焼き芋並べてくるのやばいでしょ。萩焼きです。おお、その通り、正解は2番の萩焼きですって。萩焼きは16世紀に朝鮮から来た陶工により萩の地で始まりました。茶道では1略2萩3唐津という言葉があるよ。萩焼きは全国的にも優れた味わいのある焼き物です。使えば使うほど色が変化して何も何とも言えない風情を出すことから、お茶をたしまん人から間から萩の七畑、七畑じゃない、萩の七畑。へえ、岩田さん、アリさんありがとうね。舐めてるよこれは。続きまして、もう山口の道路だけにある特色なんか知っちょるかね。センターラインが青色、ガードレールが黄色、日本一信号が少ない。有名な話じゃね。ガードレールが黄色、そう正解って。びっくりされるんだ。え、昭和38年に山口県で開催された国民体育大会をきっかけに特産の夏みかんをイメージした黄色で景観を統一しました。山口県が管理している県道や国道にこのガードレールが使用されています。だからなんだ、すごい。
夏みかんイメージなんだ。国民体育大会がきっかけらしいよね。さっきガードレールの話したもんね。バリーさんマシュマロありがとう。まさかつさんハートありがとう。続きまして、山口県にある国宝といえば次のうちどれか知っちょるかね。なんでこんなさ山口弁でさ聞いてくる。国体らしいですね。やよの鍋つる、八代の鍋つる、海峡夢タワー、瑠璃光寺五重の塔。え、五重の塔やないん。なぎさんありがとう。聞き方がもうずっと瑠璃光寺やないん。ロムさんありがとう。だよね、瑠璃光寺五重の塔やろ。ロムさん、ひまわり29さん、アリさんありがとう。マシュマロ、八代の鍋つゆ、鍋つるね。八代、八代か、八代の鍋つるか。鍋つゆちょっと美味しそう。瑠璃光寺やろ。正解。五重の塔は15世紀に大内森春が亡くなった兄義弘を立つるために建てた塔なのです。美しさは日本三名塔、室町中期における最も秀でた建造物。大内文化を今に伝える五重の塔は山口の観光シンボルとなっておるらしい。うん、ママが教えてくれてた。読み方。続きまして、山口県は全国一多い8人もの総理大臣を出しちょるんじゃ。ハグリッチョやめい、ハグリッチョ。その中に初代総理大臣がおるんじゃが、誰だか知っちょるかね。伊藤博文、桂太郎、佐藤栄作。伊藤博文知っちょるわ。はずい、受ける。回収中か、そっかそっか。博文なん、伊藤博文。そう、言っていた。そうなんです、光市出身。あ、そうやったん。伊藤博文は松下村塾の門下生。え、マジ。憲法が制定され内閣制度が創設されたのは明治に入ってからなのですが、伊藤博文はそれらに力を尽くしたことから明治18年の44年の若さで初代内閣総理大臣に選ばれました。以前に使われていた千円札には伊藤博文の顔が使われていました。え、知らなかった。そうなん、松下村塾ってそんなすごいとこない。カズさんありがとう。こちらこそありがとう。レインボースターもありがとう。伊藤博文は英語も喋れるの、すごいね。じゃあ松下村塾ってさめっちゃすごいじゃん。判定結果、素晴らしい、実に素晴らしい。全国に、いや全世界に、いやいや、そんな小さいことを言わず宇宙に向けて山口県の良さを伝えてくださりませ。期待しちょりますぞ。ハグリッチョ、広文なんだね。バリーさんマシュマロありがとう。すごい、めちゃめちゃ褒められた。素晴らしいらしい、嬉しい。広文、広文か、伊藤博文すごい人なんだ、知らなかった。イギリスに行ったの、期待しちょりますぞ。言わん、まあマスをつけたいんか、なら期待しちょります。言わん、期待しちょけ。これだけよ。アジポンさん、マスノリさん、マシュマロありがとう。期待しちょうよ、期待しちょるよ。ちょるもあんまなん、な、私はあまり使わんかも。何々やっちょうけ、ポリポリ。レベル低かったみんな知ってた、ね、すごい人の、ヒゲの人だよね。言わん、今ご飯食べちょうけ、待って。
とか何々市長権、何々市長法いね、何々市長法、何々市長法いね、何々市長いね、市長っちゃ、うん、期待き、え、期待しちょりますぞはなんな、あでもなんかおじさんはって感じ、うん、アジポンさんありがとう、ちょ待てよも使います、ちょまっちょって、いやちょまっちょってや、ちょ待てよ、まま待っててよって感じだね、キムタクベニちゃんありがとう、8083もハートありがとうめっちゃ面白いじゃん、期待しちょりますぞ、あんまり言わんね、うん、え、伊藤博文は最初にフグ食べた人なの、すごっ、すごいじゃん、アーリオーリオはアーリオーリオやばいね、アーリオーリオ語尾にそうつける人はつける、私はほかな、何々なほ、何々やけやね、方言いいですかと、でも山口弁でもさ、なんかさ広島弁ってなんかよくなんか悪いなんかちょっとやからたちがなんか漫画とかで使ってるイメージ、うん、じゃあ次の来年の生誕ティーは何々期待しちょりますぞにしようめっちゃ面白い、うん、アーリオオーリオペペロンチーノなの、え、いいじゃんペペロンチーノ、アーリオオーリオペペロンチーノすごいね。